増上区は中華人民共和国関東省甲州市に位置する鹿つく。2014年以前は増上市であった。増上区は甲州市東部に位置し、南は東岸市と東は京州市と北は住宅及び龍門県と接している。201年五間により南海軍の7番目の県として設置された。新たに設置されたことから増上県と命名された。 1993年12月8日に研究士に昇格し、2014年1月25日に苦政施行し、増上区となった。市内では普通話のほか、主に関東語と八家語が使用される。聖火鎮には聖族の村があり、聖語も使用されてきた。六街道、七神を管轄する。 1911年に開業した中国国鉄高新線新、堤駅があるが、2020年現在ほとんどの旅客列車は通過する。2019年に新線市と新しつつみを結ぶ c r ボ新都市間鉄道が開業。もともと地下鉄がなく、2017年から甲州の都心の天学と新しつつみを結ぶ地下鉄13号線及び、 天学と霊城を結ぶ21号線が順次、開通した。それまで、甲州市外からの場合、主に公州式車団か天学車団から霊城と新し包み鎮に向けて頻繁に出ているバスが利用される。中国国鉄甲州地下鉄2008年の GDP は510.27億元で、総合競争力では、関東省の研究支柱が1位。 全国でも19位と高い。市民一人当たりの創生産額は62,054元。2008年の市の財政収入は102.49億元。一般アーズ産収入は26.75億元。工業では、新しい包み賃の染色工業、ジーンズなどのアパレル製造が主であったが、近年は、甲州本田ダ2省を中心とした自動車工業、自動車用ガラスを含む、 部品製造、ゴ五羊ホンダをはじめとする、オートバイ製造が柱となっている。農業では、ライチや、糸内米と呼ばれる上質の米が特産として知られる。杭上位分校、上区人民政府の総上区人民政府、上区関助、上区鍵工業商務、数の不足歌局、2019年7月24日閲覧、ABCD、2018年、上区国民、 和社会、天皇、上ク局。2019年8月29日閲覧。2018年、古史修ク国民、和社会、天皇、古史修ク局。2019年7月8日閲覧。公衆増上事件で、現地行政トップ2人、公鉄、11人を競いイコール中国2011年7月10日、閲覧。ありがとうございます。